知内橋より上流方、萩茶里橋にある河川名標知内川は、北海道都道総合振興局管内を流れる二級河川。知内川水系の本流である。流路延長は都道総合振興局最長で、流域面積でも、ユーラップ川、折戸川に次いで三番目の規模を誇る。まさ郡福島城、大仙原岳脇の東名学南東斜面に、 源を発し、投入する。砂防ダムを越えると緩やかになり、周囲が開ける。住川や綱は、井川など、比較的大きな支流を合わせ、また、市の渡し橋より、国道228号が西隣を沿って走るようになり、蛇行しながら、北へ進む。上磯群尻内町へ入ると、湯の川市街地の外を囲うように流れ、東へと曲がっていく。周囲には、 幅広の自然土手が形成されており、蛇行が激しい。お出橋を越えると、水田地帯に入り、複数の二級河川を合わせてゆく。かつては、湯の里東端より、現在の流路の北側を流れていたが、当時の流路は、旧市立川として残っている。市立市街地に入ると、旧市立川、五郎内川を合わせ、間もなく、津軽海峡に流入する。 流路延長 34.7km のうち、砂は、伊川より一つ奥の支流との合流点より、下流 21.4km が二級河川に指定されている。北海道で最初に砂金が採取された地域であり、尻内、福島共に古くから砂金で名高い。記録によれば1191年に開国、伊原軍の領主、荒木大学が流域で砂金掘りを行ったとされ。 その後1247年には、支流の湯の川で砂金の堀子が温泉を発見し、多くの採掘者が利用していた。これが、尻り打ち温泉であり、道内最古の温泉として知られている。1617年には、正木藩直営の金山が川の上流に設けられ、当時は、大宇地方で基金が発生していたこともあり、採掘者が当地域に押し寄せたという。 水源や上流部に見られる千軒の地名は、砂金採掘者の家が千軒集まっていることが由来とされている。なお現在も上流部や支流の河原で砂金採取が可能である。道南では天の川と並んで、鮭の遡上でも有名であり、干ばつの際に祈願すると必ず大雨になり多くの鮭が遡上するという、う石伝説の言い伝えがある。尻内町内では、 酒の人口孵化事業が行われている。アイヌ語のチリ落ちが長立ち名快による自然な解釈とされている。尻内川の近傍が高の名所であり、江戸時代に正木藩が徳川家に献上する者の,のうち半数以上が尻内さんだったという。1993年、国営管外排水事業に伴い尻りの皆小屋側川に尻内ダムが建設され、 唯一の利水施設となっている。下流部より記載、太地は日給河川下流より記載福島調子第3編、第3章福島調子第5編、尻内町議会会議録平成23年、第2回定例会会のご知名リスト指別説。ありがとうございます。